ベルギー西部西フランドル地方を舞台とするセミクラシック。前日の男子レースに続いて UCI ウィメンズワールドツアーレース第4戦エクステリオクラシックブリュッヘデパンヌをハイライトでお送りします。レース後半は1周 45.1km の周回コースを2周回。ここには横風分断が起こる難所デモーレンの直進路も含まれます。しかし前日のレースは風が吹かず分断は起こらず、この女子レースではどうでしょうか。スタート後に形成された6名の逃げが吸収され、新たに4名の逃げが残り 70km でできました。新チームのお披露目となった AG インシュランスからはセンネクナーフェンが入りました。残り 60km の中間スプリントポイント、ここはビンゴールのブラームが先頭通過。前日の男子レース同様、スポンサーのミネルバ社の自転車をゲットすることになります。この逃げは残り 56km で集団に吸収されていきました。一つになった集団はデモーレンでペースアップが起こりますが、やはり風が強くないこともあり決定的な分裂は起こりません。このペースが緩んだタイミングで IBCT のアリス・シャープがアタック。先頭を独走するシャープ、2019年のアイルランドナショナルチャンピオンです。アイルランド籍のチームを大いにアピールする逃げとなりました。およそ10キロ逃げたシャープはこの日の敢闘賞を獲得。メイン集団は追いつきざまにヒューマンパワードヘルスのミーケ・クレーガーがアタック。ここで一気に先頭に躍り出ます。その直後でした。メイン集団では大落車が発生です。道幅の狭いセクションで大きな人数が足止めを食らいます。メイン集団は数を減らしました。混沌とした最終盤に持ち込まれた展開、クレーガーが吸収されるとヒューマンパワードヘルスのチームメートが飛び出して攻撃。人数の減った集団に揺さぶりをかけますが、これは決まりませんでした。フィニッシュラインが近づいて UAE のトレビージが落車。これで後方にいた選手たちのチャンスはなくなりました。前方で生き残ったスプリンターたちによる勝負に持ち込まれます。人数を残していたモビスターからグアリスキが先行スプリント。これを SD ワークスのコペッキーが潰しに足を使います。コペッキーの後ろには世界チャンピオンのバルサモ、 DSM のウィーベス、 SD ワークスはウネケンがスプリントを担います。そのさらに後ろにはモビスターのノルスゴービョーク。役者が揃ったスプリント勝負はバルサモがスプリント開始。ウィーベスがその後ろから追い上げていくが届きません。最後まで踏み切ったアルカンシルが両手を上げました。バルサモがブリュッヘデパンネを制しました。コペッキーの後ろにつけていたバルサモ、その右後方にはウィーベスがつけていましたが、スプリントのかかりからして加速が違いました。ウィーベスはその差を最後まで埋めることはできず、3位には追い上げてきた UAE のバスティアネッリが入ってきました。レース結果です。4位には SD ワークスのウネケン、以下マルティンス、ノルスゴービョーグ、コンソンニ、アリスバーンズ、コペッキー、コッポーニというトップ10でした。トレクセガフレードの世界チャンピオンバルサモは前週の第3戦トロフェオアルフレッドビンダに続くワールドツアー2連勝、ツアーリーダーの差もさらに広げています。 GCN プラスでは世界各国のロードレースをシーズン中ライブでお届けしています。ワールドツアーレースはもちろん、これまでライブ放送がなかった各地のレースや女子レースも放映しています。ぜひサブスクリプション登録をして充実のロードレース観戦をお楽しみください。